今回は SMAP の相性を「日ュの対比、五行相乗相国」「強行用心」のマトリックスで鑑定しています。履歴一覧からそれぞれ5人の名式を呼び出しています。 5人の日種徴工用人はこのようになりますそれぞれの日種をマトリックスにしています自分の日種から相手の日種を見て通変性対象表でどの通変になるかを求めて書き込んでいきますマトリックスで黄色に塗ってある非検合材がある場合は お互いが自分のペースで振る舞って相手に干渉・束縛をすると破綻する関係です。つまり、職場でもどこでも一番気をつけるべき関係ということになります。逆に自分の量に危険・合罪がない人はとりあえず大丈夫だと判断できます。さて、 SMAP の5人のマトリックスを見ると全員が誰かと被験の関係になっていることがわかります5行の相乗相告の図にそれぞれを配置しています2人が金3人が土で3人が2人を応援している形ですが問題は同じ5行に2人3人と重なっていることですつまり 金局、カノとの中井さん、草なにさん、土局、土の絵の木村さん、稲垣さん、香取さんが、それぞれ2種が同じ5行で対立しやすいということになります。次に、相性診断でよく使用する徴工用人をマトリックスにして分析しています。徴工用人は、 自分の兆候用事が相手の命にある場合は、相手を好きになる、相手によって自分の運気が上がるというものです。自分自身の命に持っている場合は、相手に頼らずとも自分で運気を上げることができるということになります。今日は、縦の列が自分が持っている兆候用事。横の行は、 相手のににあるとということになります。自分の長考用人が相手の名にある場合は丸になります。自分自身で持っている場合は黄色になっています。SMAP では中井さん、木村さん、草なぎさんが自分以外に2人以上の名に長考用心があるということになります。稲垣さんは香取さんの名にだけ。 香取さんは自分の名にだけ徴工用心があります。この徴工用心マトリックスに日種の対比で危険合罪となるものを書き入れたのがこのマトリックスになります。ピンクで表示したものは相手に対して日種が危険合罪自分の徴工用心が相手の名にない と2つのの条件が重なるものですつまり相手に対して注意すべきなのは中井さんから草成さんに対して木村さんから香取さんに対して稲垣さんから木村さんに対して香取さんから木村さんに対して,香取,対して香取さんから稲垣さんに対しての関係になります。ここで5人の月子元名を見てみると。 中井さん、月死原明召喚、独自性プライド。木村さん、月死原明秘検、一匹狼独立心。稲垣さん、月死原明偏在、商売人花やぎ。草薙さん、月死原明変換、異端派革命的。香取さん、月死原明合罪。豪在 戦略的、政治的。5人がバラバラですが、やはりここで少し気になるのは、月始減明危険の木村さんだと思います。今回はここまでです。